めて、もう休ませてくれ。こんな2球ある？2球ある？あ、いいよ、一人変わりゃいいで。あ、何がちょうどいいだ。舐めとるな。お、ロブですけど。ロブですけど。若さん、ロブですけど。違う、そんなの言い訳。人の話をちゃんと聞いてないんだよ。ダメ、そんな言い訳。厳しくいくぞ、お前。入った、リク。入った。
はい、だな。頑張れ。こっち伸びてこんよ。声かけて。風だ。あ、岩木さん。あ、指しくいきます。お母さんサービスライン乗ってないよ。あら、もう関係ない、はい、あ、いいんじゃない、終わりが見えんな、はい、ゆうすけなんか決まり作らんと多分一生終わらんよ。そういうこと。ロブで決まり作るんだ。ミス交代ね、ミス交代ね。じゃあこっちが一生ミスしてる。いや、お前絶対どっかでボカルで。俺ちゃんと分かってるもん。ほらねー。ほらねー。行ったそばかなと、俺もやらかくて怖いな。あ、そう入っとる。あ、いいよ。ナイスボール。全然危ない。ネットセット当たっとった。まだこんなん中学生でしょ。怖い。今日来るの来んでしょ、そんなやつ知らんって聞いてないもん。若が見たことあるって相当じゃない、まあ、人の顔覚えんでしょ。キャッチー。ラナちゃんこれから来れるの、ちょっと前もちょっとって言って全然こんぐなっちゃったけど。なんか思ったより忙しくて。そうか、しょうがないよね。生活が早くて。てかあれだもんね、うちだって安城だもんね。あ、はい。あ、まだ変わらん？まだ。そっからずっと通う？通ってます。すげえな。いいよ、いいよ。久しぶりに来たんだからいっぱい寄って。ドリフみたいなやつ、髪よ。入った？分かんねえな、こっちだと。違う、なんか東山の、うん、テニス教室みたいなの来てた。あ、そういうことか。あ、ごめんね。見てて。ほら、来るわけね。お母さんも来てたから、お母さんが顔覚えてて。お母さんにもっとテニス勉強してくださいって言いや。うちで言うだけじゃ誰も言うこと聞きませんよ。でもさっき帰ったね。あれ、帰ったの？珍しいん。買い物行ってて。ナイボー。買い物行ってて。ああ、ナイボー。
回すと肩が痛い。あ、本当に？なんかあ、ちょっと飛び落ちてどこのやつ？1個しか出れなくて。あ、でも1個でも十分じゃん。国体やつ。あ、個人戦のやつ。こりゃもう冷えてくるんじゃないの？でもちょっと話してて。あ、そうなの。え、あのひかりちゃんがさ入籍したの聞いた？え、聞いてないです。そうだよな、こっちこそ聞かんもんね。おめでとうございます。なんか6年7年付き合ってやっとらしい。いいよね、なんか純愛だよね。足りんのじゃん。飲みたい。飲みたい。高校大学じゃないけど、高校の時に広く浅くしてやってたの。飲みたい。今はもう部活の知り合いが一人もいないし。